Thanks for checking out Chris's room. あれ？おー、できた。いや、ちょっと遅れちゃったんですけれども、明けましておめでとうございます。イェーイ、Happy New Year! Happy 2018! 本当にね、2017年は、本当にみんなのおかげでお世話になりました。本当に心から感謝しております。本当にちょっとこれはニューイヤー、1月1日にアップしたかったんだけど、今メキシコにいてね、すごい綺麗。メキシコにいてインターネットがね、なんと本当に繋がらないんですよ。ちょっとビデオがアップできなかったので本当に申し訳ございません。僕最近気づいたんだけど、好きなことを仕事にするってあるじゃない。これなんかさ、まあ普通の話で聞くとそんなのできないよとか、そんな仕事って辛いんだよ、嫌なことやるからお金もらえるんだよってね、みんなやってんだよ、なんだよお前だけそんなに楽したいのって、そういうなんかさ、好きなことを仕事にするっていうと心の中が思うんだけど、実はね、僕本当に素晴らしいことだと思うんだよ。やっぱりその職場がきつい、ね、上司との関係が本当に難しい、ね、2時間とかの通勤とか満員電車が本当にきついって思ってる人が、やっぱりやりたいことを、好きなことを仕事にしたいなって思うのはすごいと思うんだよね。どういうことかというと、それってさ、好きなことを仕事にするっていうのは自分を幸せにする、幸せな人生を選ぶっていうことだと思うんだよね。本当になんか最近気づいたの。あ、日暮れが綺麗、ちょっと見て。なんか太陽が2つに見えるね。でね、もう一つあるんですよ。あ、ちょっとバッテリーがこのカメラ切れそう。ちょっと切れたらまた別の場所でビデオ撮ります。ということでですね、すいません、ビデオの途中でアメリカに来ました。ちょっとお伝えしたかったことがね、その好きなことを仕事にするっていうのはすごい実は簡単なんだけど勇気がいることなんだよね。例えばさ、僕セミナーやってて、でよく来る人はブラック企業にいて、で体を痛めちゃって、もう本当に4ヶ月とか6ヶ月休みを取るんですよ。で休みを取ってる間に僕のセミナーとかに来てくれてるんだけど、よく言われるのは、この休みが終わったら、その自分が病気になったブラック企業の職場に戻るか戻らないか、新しい仕事をやるか戻るかっていうのを迷ってます、どうすればいいのでしょうかっていう質問がもう本当によく来るんだよね。でね、僕そう思うのが一つあってさ、例えば自分がいたらいい場所っていうのがあるじゃん。好きな仕事で愛せることで誰かのためになってて本当に暮らしも良くて、で自分が幸せにいれる場所で、自分がもう本当に鬱になるぐらい辛い場所っていうのがあるじゃない、人生で。でちょっと振り返ってもらいたいんだよね。自分の過去で昔うまくいった時、なんでうまくいった、なぜそのディシジョン、そのチョイス、それを選択すればうまくなるっていうことが分かった、それはやっぱり感情じゃないかな、ね、なんかあ、こっちの方がいいなっていう感じがあって、感じがしてワクワクっていうよね、日本語で。こっちの方がワクワクしそうだからって言って、そっちをやったら実際にすごい良かった。でも逆もあるでしょ。例えばニューヨークとか、まあメキシコもそうなんだけど、なんかすっげえ危ない道とかあるのよ、街の中とかで。でなんか怪しい男性たちが立ってて、でも本当に目が狂ってるような人たちがいるところを夜とかね歩こうとすると、なんか感情でさ、いやここやばいよ、ここ危ないよっていう感じがするじゃん、ね、だからその感情が自分に
いいことと悪いことを教えてくれるよね。でブラック企業とか、ね、自分が本当に嫌う、自分が嫌いな仕事、自分が本当にこれ嫌だ、辛いっていうのは実はこの感情の一つなんだよね。だからこれはサインだって、これそこは学ぶところがあるんだっていうふうに僕は捉えてるんだよね。なんか辛い時があるとここから学ぶところなんだ、なんか人生がそれを僕にね教えてくれてるポイントなんだって僕は本当に感じるんですよ。でさっきの、まあ、ブラック企業に鬱になった場所、ね、4ヶ月休み、体調崩しちゃって、ね、鬱になっちゃって本当に行きたくないんだけど僕はそこに戻ろうと思う。でなんでって聞くと、いや一回戻って、でそこで評価を出して、で周りの人からできるんだって思ってもらって、その後辞めますっていうのね。でそれは本当に特に日本人のね、日本人の武士道魂みたいなところですっごいかっこいいんだよ。ですごいいいところなんだよね、その諦めない、やめない、途中でやめないね、勝つっていうのは。でもさ、それって誰のためになるの？自分が本当に体調を崩す場所に行くことで誰のためになるの？本当にそのね、あなたがそこに戻る会社のお客さんが本当にそれで幸せになる、そこの会社のね仲間、そういう人たちが、上司とか部下とか仲間が本当に幸せになると思う、それだったら全然いいと思うんだけど、そんなに誰のためにもならなくて、で誰のためになるのっていうと、周りの人から、あこの人は戻ってうまく勝ったから、そう思われるからっていうのは、実はそれ実の自分の恐怖からの認められないと悪いんだって思う恐怖から来てるんじゃないかなって僕はたまに思ったりするんだよね。だから本当にこの好きな仕事をするっていうのはすごい勇気が必要、自分を幸せになるように生きていく、幸せになる道で生きていくっていうのは本当にねすごい難しいし、かっこいいし、素晴らしいと思う。で自分がその道を行くと他の人もそれを見て、あ彼ができたら、彼女ができたら私もできるんじゃないかって言って、それで少しずつね、石を湖に投げるとウェーブができるじゃん、ね、The ripple って言うんだよね英語で。でそのように少しずつ幸せな人が増えていって、でそれでゆっくりゆっくりもっと世界が幸せになる国になる、世界が幸せにな星になると思うんだよね、地球が幸せになる、うん。だからその幸せな人生を生きていく、どうやって自分が幸せな人生、その道はどこにあるかっていうと、やっぱり感情だと思う。もう本当に毎日が辛くて、日曜日の夜からお腹が痛くなって、満員電車ももう耐えられない、この仕事嫌だって感じたら、多分それは自分の心があなたに伝えようとしているサインなはずだよ、それしかないよ。だってさ、自分が幸せになる場所っていうのもあるじゃんと思いました。ごめんなさい、ちょっとビデオが長くなっちゃったんですけれども、今アメリカにいて、明日は、カリフォルニアに行って、カリフォルニアについて、 LA について、夜は NFL フットボールのプレイオフを見て、イエー。でその次の日は友達が飛行機のライセンス取ったんで飛行機飛びに行きます。なのでね、結構ね楽しいバカンスを行かさせていただいております。 Alright, I just want to say thank you so much, I love you guysThank you for 2017. 本当に2017年はありがとうございました。で、2018年もよろしくお願いいたします。 Thank you so much. I love you guys.